ちをシェアさせていただきまして、この前は R53 もシェアさせていただいたんですけども、今回は自分のラケット、トレイバー CI に、48のウルトラマックスと 2.0 を、貼ってシェアさせていただきました。すごくもう全体的な印象としてはすごく万能の幅やなと思いました。まあ、ドライブもそうやし、カウンターもそう、まあ、下回転打ちもそう、ワンストップ、ツッツキもそうなんですけど、すごく全体的にやりやすいなと感じました。特にやっぱドライブが後ろ下がってドライブしてもものすごく伸びてくれて、しかも個線も描いてくれるので、まあ、ドライブカウンター系はめちゃめちゃやりやすいなと感じました。あと53で言うと、比較で言うと、僕53の方は 2.0 使ってたんですけども、53の場合はちょっとやっぱウルトラマックスで飛ばしたいなと思っても、ちょっと硬すぎてちょっとこうスポンジも厚いんでちょっと振り込ましきれないなっていう感じだったんですけども、48のウルトラマックスだったら結構ちょっと柔らかいんで、まあ、振り込ましやすくてすごく飛ばしやすいなと感じました。なんで結構まあ全体的に飛ぶし回転もかかるし使いやすいで、結構3拍子揃ったラバーなんじゃないかなと思います。なんで、まあ、もちろん中級者もそうだし、まあ、上級者も結構上級者の期待にも応えれるラバーなんじゃないかなと思いますし、中級者の人でもラバーを薄くすればすごくこう扱いやすいラバーですごくいいんじゃないかなと思いました。僕もちょっとこれを両面ちょっと使おうかと検討しています。